愛の伝道師。はい。別にそういう本格的なことをやろうとしたコーナーじゃないんですよ。ああね、イカ天みたいになってきちゃった。イカ天じゃないんだから、ね、頼むよ。こんな本格的なもん、なんか悲しいとかテーマ関係なくなっちゃったけどね。お前歌聞かせたかっただけだろ、ねね、もう一つあってね、盗聴だ、ラブストーリーっていうの。盗聴、うん、これが東京っていうね、あ歌です。すごいよね、これは。もうでも本当にプロですよね。送るとこ間違ってるよね。なんかポニーキャニオンとかさ、そういうとこに送った方がいいんじゃないの、まあ、ね、ね、はぁ、これだって声がいいもん。いいね、有価団だな。そうだね。で歌い方がいいね、なんとかね、あみたいな、なんかね、すごいよね。モノマネとかされるよね、この人売れたらね。うん、すごいされそうじゃない。才能あるよね。ねえ、かっこいいし、ね、うまいんだよ、ね、うまい。あの最近あの椎名林檎のお兄さんっていうのがね、うん、デビューしたんだよ。あ、知らん知らん。で俺最初さ、うん、それテレビに椎名林檎のお兄さんだって言ったらさ、うん、あ妹の、うん、ね、うん、あれであれか、うん、七光みたいなのでなんとかかんとかって、うん、シンプルなんとか普通の名前やから、せえなリンゴのお前、うん、さあ、あんなね、今この妹の力変えて出てくるんだったら、お前シーナみかんぐらいにしろよって思ってさ、どうせと思ったら全然本格的にうまいんだよ。そうなんだ。すんごい濃いんだよ。はぁ、めちゃくちゃ本格派だよ。お兄さんこれはシーナみかんはシーナみかんねえや、これはもうちゃんとやった方がいいっていうさ、そういう感じだったよ。タイトルは、はい、今夜あなたとランデブー、うん、そうよあなたは高木ブーです。あー、それでは張り切ってどうぞ。はい、ハワイ。
素晴らしいね。うん、ただこの人は歌詞がやっぱ聞き取りづらいから、何をちょっとね、歌詞カードはあるんですか。今夜あなたとランデブー、そうよあなたは高木部、うん、午前0時の鐘が鳴り、私は部屋を忍び出す。迷った挙句選んだワンピース、あなたは褒めてくれるかしら、ね、あの要するに高木ブーとのデートなんですよ。ウクレレを抱えて口ずさむハワイアン、たるんだ筋肉で私を抱き寄せるという、そういう高木ブーさんとの、うん、なるほどね。いやすごいね、すごい本格的でした。本格的だよ、ね、うん、この人ほんと特徴あるね。みたいなね、うんうん、いいね。はい、続いて、はい、太田さん、田中さん、こんばんは。愛の伝道師です、うん、さて春といえばクラス替えの季節、うん、好きな女の子と一緒のクラスになれるかどうかドキドキしたものです、うん、そうですね、うん、そんなわけで今週は私が中学生の時クラスで一番の可愛い子に告白し、うん、こっぴどい振られ方をした時のことを歌にしてみました、うん、爆笑娘に告白し、うん、文字通り周りから爆笑された田中さんなら共感してくれると。なるほど、はい、それでは。あれは中学1年生の時だった。放課後の体育館で僕はクラスの一番の可愛い女の子に思い切って好きだって打ち明けたんだ。彼女はほっと微笑んで駆け出していったよ。もしかしたらって思ったんだ。もしかしたらって。そして次の日学校行ってみると教室でみんなが騒いでた。そしてふと黒板を見てみるとそのことが大きく書かれてて、そして教室の隅ではあの子が友達とこっちを向いて笑ってたんだ。これいいじゃん、めちゃくちゃいいよこれ。これ途中なんですけどね、歌のとこも聞きたいの。これ同性僕が、あすごい、だからそれね、たまにイカ天にこういう人たちたまにいたよね、この手の人たち、ね、こういう人たち、ね、結構受けがいいね、審査員ね、うん、いやでもこれさ曲も良くない、あのいい感じね、なるとこ、うん、だからやってんだろうねライブね、こういうの、うん、こういうのプロでしょ。わらえばいいさ。ロゼバックは主張がいいですよね、うん、現在の海援隊というね、母に捧げるバラード、うん、いいよ、ちょっと俺これ全部聞きたい、かなり、うん。